はい、こんにちは。矢田部です。えー、今日はですね、腰の切り替えが遅いこの改善をやろうと思います。えー、そしたら、はい、じゃあこっち側。で、ルールとしては、はい、まずプレッシャーかけます。はい、ゴー。で、その瞬間に、ボール持ってる方はスタート。一気に突発。で、これについていくっていう練習。まかった最初は、じゃあ、どっち側のターンにしようかな。 こっち側に抜こうかこっちのカメラ側に抜こうねそしたらどうやって切るのそうだよねこれでついていく練習をやるあもう一回はいどうぞはい同じ向きこれですねはいあ。お願いしますここですよね楽しいね俺はだからこれで何度もやっちゃいけないやつだと思うよ 話聞かないなあいつねやっちゃうね <laughs> もう疲れきってるねはいもう遅れてますよねじゃあちょっと交代してやってみようかはいゴーあーそうなりねやっぱりねあ、はいよディフェンス交代はいゴーあーまあここですよねえー、全部ちょっと 違うんですよ前にやったのはボールに対して向かってってここで止まるまでやったことあるんですよ。でその際にお腹伸ばしましょうねまでやったことある。ただ今共通してるのが3人とも向き合うんですよこうやって。これ走れ走ないでしょじゃあどうするのかって言ったらもう走られるなって分かってるんだからこう行かないといけないんですよね。 止まった瞬間に走る準備この足の親指をちゃんとついた状態で走る準備できてますかっていうのは非常に重要ちょっとやってみようかここで来た時にでついていくついていくこれですよね今思ったより速くてちょっと焦ったんですけどここでデモンストレーションだよ走ってってはいで一緒に向かっていくと。 ちょっとここをはいローテーションで短いのでいいかやってみようかはいどうぞ短い距離でいいよそう全然違うそうついていくはいああここの練習ですねでここで大事なのは相手に対して足伸ばしてつま先でちゃんと親指で地面につくことですね でここで「用意ドン」ってちゃんと行く準備ができてるかどうか逆でいきますねここで走る準備ができてるかどうかですねこれができるかどうかで相手とここでキュッとこうやって面と向かっちゃうと次動けないなのでもう走る体勢に入るなと思ったら裏にスペースあるのは「用意ドン」って一緒走るちょっとここはい人ずつやってみようか今の体勢ここから ああここだよねちゃんと体はこっち側なんだよねもっと手前右半身に置くねこれが重心をまっすぐ置くんじゃなくって後ろ体重でいいんですよ走るんだからはいやってみああそうだねでそれで走れるかな今そうだねはい次うん走れっかいいよはい あーいいね最初一応できたもんなじゃあ逆足はああそうだねはい逆足はああそうだねはい、うん、はいじゃあこれではい向こう側からまた左側だけでいいやそうついていけるようになったよねそうだねはい ああついていく。ということでこの辺をしっかりと常日頃守備に関しては気持ちだどうだもそうなんですけど走り方の練習がすごく重要だっていうところを是非頭に入れてやってみてほしいと思います。ということでチャンネル登録お願いします